はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、遊戯王マスターデュエル最新情報のお時間でございまして、2月の3日2月の4日にですね、決闘者伝説という、25周年のイベントが東京ドームで開催されまして、そちらの、最新情報配信ステージで発表された、新しい情報、デュエル AI の開発、こちらのニュースについてちょっと今日はお話をしていこうかなというふうに思っております。現在ですね、デュエル AI をコナミさんが開発しているという話、はい、配信のコメント欄ではね、あのなんか遊戯王ブレインズやんとかロスト事件の再来とか、言われていたんですけども、まずねデュエル AI が何かという話なんですが、まあこれの細かいね、あの詳細は配信動画見ていただければなと思うんですが、要するになんか将棋 AI のようなもので、そのカードをなんかその使用した時の勝率とか、あと相手のなんかそのセットカードの予測とか、こういうものを、AI がやると、その何万回何億回と AI にデュエルをさせて、その成長させていく、あの成長学習型 AI、要は本当に将棋の AI と同じですよね、その辺は。遊戯王ブレインズの世界線なんですけども、将棋 の、 あの AI って結構やっぱ優秀で、もう勝率とか、今どっちの方が勝ってるのかみたいな数字で見せてくるじゃないですか。その AI を使用することによるやっぱメリットって大きくて、勝率をこう初心者とかにも分かりやすく表示してるから、その観客が、e スポーツとして捉えた場合、観客が見やすくなるんですよね、その配信とか動画を。で、やっぱ現代遊戯王って e スポーツ化がめちゃくちゃ難しいとされていまして、これなんでかっていうと、見ててもわからないからなんですよ、盤面が難しいから、このゲームってとてもね。で、初心者にそういうのわかんないし、カード効果もわかんないから、e スポーツ化が難しいとされていたんですが、これがもしね、その数字化、どっちが優勢でこのカードを使ったらどのくらいのパーセンテージあるのかみたいなのがあれば、正直そんな効果わかんなくても、見てる方も、あ、この人が勝ってるんだなと、あ、この人負けてるんだなっていうか分かるじゃないですか。そうするとね、 e スポーツとして、ね、成立しやすくなるんですよね。これが非常に大きいと。だから多分コナミさんも、その辺はよく分かってると思うんで、これを解決するべく将棋界のような AI の導入を進めていると、そういうことですね。で、実際に配信ではいろんなそのシーンが見られたんですけども、 AI がデュエルしてるシーンね、例えばこのカオスフォームを発動した時の勝率 81% だとか、あとその相手のセットカード、これかセットカード、相手のセットカード多分 15% の破壊率ですみたいな。で、こういう、あ、その今の多分その AI の精度では全然まだまだと思うんですけども、これから多分この開発が進んでいけば、この精度もどんどん上がって、 AI がどんどん強くなっていくってことだと思いますね。はい。で、年内に、AI のデュエル制作者を募集予定だという話をしていました。要はね、今、多分現在、今、法律的なその規約とかを全部整備していて、で、AI のスキルのある人とか、あと組織を募集する予定であると。だから、これから一緒に開発してくれる人を、きっと多分、募るんでしょうね、コナミさんが。で、多分 AI 的な開発部ができるんじゃないですか。で、将来的な展望としては、将棋界と似たような感じで、その大学対抗戦とか AI の、あと電脳戦、こういうのをね想定しているらしい。いや、もしかしたらね、このデュエル AI の開発が進めば、人間よりもやっぱ圧倒的に強い AI が誕生する可能性があるかなと。っていうか、もう将棋界はね、もうすでに AI の方が強いじゃないですか、正直。はい、もう人間越されてるんですよ、もう簡単に。現時点でも正直 AI とデュエルしたら、リュウさんだったら負けると思うんですよね。負けかねないリュウさんだったら負けると思うんですけど、多分そのトッププレイヤーであれば、まだ多分トッププレイヤーの方がさすがに強いかなっていう予想はしてるんですけども、正直多分ね、数年後もしかしたら AI の方が強くなってるっていうのは全然ありえるなと。で、マスターデュエルって DCG じゃないですか。 DCG だからね、こういうね、その対戦データみたいなのってなんか結構簡単に集まると思うんですよ、データとして蓄積されるんで。だから AI 制作に向いているゲームだと思う、マスターデュエル。まあもうデュエルリンクスもそうだけど。でね、そうなってくると、その懸念点は一応あって、AI が強くなりすぎた結果、プレイヤーがないがしろにされる問題、これが結構あるなと思っていて、そのなんでこれ自分でデュエルしないってなるんですよね。これ AI にデュエルさせばよくないってなっちゃうと、なんかその自分でプレイする楽しみみたいなやつはなくなるから正直もう、しかも AI の方が強くなったら強くなったりさ、なんかね、人間でやる意味ねえなってなるじゃん。
AI の発達によって、その AI にデュエルをさせる、例えばボットとかが開発されて、そのなんかゲーム内が AI だらけになってカオスみたいなのもあり得ると思うし、だその辺はちょっと懸念材料ではあるかなと、個人的には思うんですが、まあでもね、あの AI 化っていうのはやっぱ避けられない未来な話で、結局そのこれからね、どん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 いろんな仕事、いろんなゲームが AI にまあ占拠されていく時代が、来るとは思うんですよね。なんでまあそのコナミさんもその先駆けとして遊戯王をまあ AI 化するっていう話で、まあ楽しみではあります。正直その懸念材料ももちろんあるけど、さっき言ったように楽しみではある。でね、これね、結構ねすごかったのはね、開発担当者の方が新卒2年目のプログラマーらしい。2年目、新卒めちゃくちゃ優秀じゃない？これ多分ね、ステージ上に上がってる時点で新卒2年目がね、多分この人めっちゃ優秀なんだよね、服部さん。だからまあ今後もね、服部さんの活躍、これにちょっと期待したいなっていうのと、まあ、あとはやっぱ AI 専門家の方、僕の動画見ている方いらっしゃるか分かりませんけども、 AI を開発されている専門家の方はですね、ぜひそのコナミの AI 関連の情報を追ってください。ぜひね、そのなんか最強の AI を、完成させる愛ですね、遊戯王ブレインズというところの愛を完成させるためのちょっとお力添えをコナミさんにね、お願いできればなというふうに思っております。はい、以上です。リュウ実況チャンネル AI での実況もあれだな、近い未来 AI 実況開始、 AI 実況チャンネルデュエルスタンバイ。